こちらが今回作るお家の平面図ですね。まずは柱の位置にブロックを置いていきます。次に柱を立てていきます。後ろからね、順番に立てていきます。次に梁を作っていきます。次に床を作っていきます。次に家の壁を作ります。次に屋根を作っていきます。まずは正面からですね。後ろ側も同じように作っていきます。続いてね、側面の方を作っていきます。そしたらこの屋根をね、繋いでいきます。はい、これで屋根を作ることができました。それではね、外装の方を作っていきます。正面から順番に作っていきます。
最後に軽く内装を作るので、もしよろしければね、参考にしてみてください。はい、ということで完成しました。キットウッドデッキハウスですね。サブ拠点などに最適な仕上がりになっていますんで、ぜひ皆さんのワールドにも建築してみてください。あと、この建築を気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録お願いします。今後もマイカラ建築動画配信していきます。ぜひまた見てください。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ。